ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、実は深圳に1ヶ月住んでいたバイリンガルの僕がね、皆様に、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、まあ、今日のニュースなんですけどもね、先日ね、深圳の西宮っていうね、72階の、高層ビルが、揺れたじゃないですか。でそれに対するなんか専門家の、まあ、初歩的なね、調査の、結果というか意見をね、が出てきてるんで、ちょっと皆さんに、ご紹介しようと思います。ですね、原因の一つ、地下鉄。地下鉄がどういうふうに作用したのか、全くわからないんですけども、まあ、地下鉄のが原因と考えられると。その次がですね、風、ヒューって吹く風ですね、強い風が吹いたから。その次がですね、気温ですね、気温。この3つが原因で揺れたのではないかと。それでね、このビル自体の構造は、全く問題ないと、このね、専門家の人はね、言っているわけなんですよ。まあ、それに対するネットユーザーの反応なんですけども、まあ、これだけ書いたらなんかどれかなんとなく当たってる感じすんじゃないのと。そういうふうに書いてあるんですよね。まあ、要はね、信じてないっていうことなんですよね。で、20年間、まあ、このビルがね、できてから大体、もう20年間経ってるみたいなんで、20年間それらの原因で揺れなかったんだなと。で、今年の風はなんかいつもの風と、違ったんだなと、そういう話ですね。まあ、ビルの中もう誰もいないよなと。もうこんな大きなことが起こったんだから、もっときちんと調査しろよと、そういう話ですね。気温ってお前28度じゃねえかと、28度で何か起こるのかと、風もそんなに強い風吹いてないし、地下鉄もなんか速く走ってたわけじゃないじゃないかと、そういうふうにね、考え、そういうふうにね、書いてありますね。はい、もっときちんと調べろよと。要はね、そんだけの情報じゃ怖えよという話になってきましたね。でね、まあね、あれね、深圳のど真ん中でね、結構秋葉原みたいなとこで、まあ、いろんなね、電気、なんていうの、パソコンショップとかね、集まってるとこなんで、まあ、あそこがね、なんていうの、結構象徴的な場所なんでね、ここがどうなるかっていうのをみんなね、結構注目してて、連日ね、報道してるんですけども、まあ、連日というかもう2日間ぐらいね、もうみんな気になってて、報道してるんですけども、まあどうやらね、よく原因が分かってないという、まあ、現状ね、まあ、1日2日でね、ちゃんと調べられたらね、それも怖いんですけどもね。でまあほら、やっぱね、ビルディングの、クオリティが低いんじゃないかと、そういったふうにね、思う人もね、たくさんいるわけなんですよね。でもこのビルの評価が下がっちゃうとね、本当に中国の深圳とかね、深圳のね、不動産の価格に影響するんで、まあ、つうかね、まあまあ下がった方がいいと思うんでまあね、まあまあ、だからみんなね、結構注目している、感じですね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。